ちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。相関図出ますでしょうか。はい、こちらですね。はい、こちらですね。はい、まずは両親の都合で一人暮らしをすることになった明るくて元気いっぱいの女子高生、素直で天然な性格の主人公吉川直央役、本作が連続ドラマ初主演となります福原遥さんです。はい、皆さんこんにちは、福原遥です。初めてのドラマで主演ということで、すごい不安もあったんですが、皆さんと素敵な作品にしていって、直央役という素敵な直央っていう魅力をたくさん皆さんに届けられたらいいなと思っています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。やっぱり初主演というのはドキドキするものですか。はい、不安でいっぱいです。でももうね、初撮影も進んでますしね。はい、そうですね、進んでますね。ねえ、すごい楽しいです。ね、本当に直央のね、そのいい面とね、なんかちょっとおちょこちょいな面とね、いろいろありますけれどもね。はい、大変だと思いますが、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、続きまして、思わぬトラブルで直央と同居することになるイケメンで秀才、非の打ち所のないスーパーなキャラクター、うん、上原久志役、福原さんとダブル主演となります白石俊也さんです。上原役をやります白石俊也です。よろしくお願いします。紹介にあったと、はい、どうも、うん、いいですよ。どんどん言ってもらっていいですよ。はいはい、紹介にあった通り、なかなか、難しい役だなと思ったんですけども、皆さんの力を借りて、今楽しく撮影しております。はい、よろしくお願いします。もうね、かっこね、かっこいいんですね。かっこいいんですよ。やっぱり日々かっこいいんですか。なんていう質問してるんですか。いや、そんなこと全然ないです。そう意識してるんですか。いや、もう僕25なんですよ、今年。はいはいはい、今年じゃない、今25なんで、はい、17の役やってるんで、はい、あのひげを隠すのが大変で、結構。なるほど。でも制服が似合うんですから、すごいですよね。似合いますよね。まだいけますかね。まだいけますね。全然いけます。よかったですね。皆さんもそうですもんね。皆さんはもう高校卒業されてるぐらいの年、福原さん以外かな。そうです ね。あと僕も18歳ですね。あ、18歳ということでね。はい、人に制服着られない、ね、逆に制服着られないってい いうことでございますね。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、続きまして、ドラマオリジナルのキャラクターとして直央の幼なじみにて、上原久志とライバルとなる篠崎大地役、桜田通さんです。篠崎大地役を演じさせていただいてます、桜田通です。本日は皆様お集まりいただきありがとうございます。そうですね、僕の役はグッドモーニングコールにはもともと原作には出てきてない、オリジナルキャラなんですけど、現在クッキーさんの方で連載されているグッドモーニングキスの方に、この間大地がなんと登場するという、嬉しい報告をいただいて、自分も読んで、オリジナルキャラではあるんですけど、一応キスの方には今大地という役が出て、やっと半分オリジナルキャラから原作にもいるキャラになれたかなと思って、すごい嬉しく思っております。本当原作今回コールグッドモーニングコールにはいないんですけど、皆さんとすごい仲良く撮影させていただいていて、話にも登場させていただいて、第一自身のなんか思いだったりとか、直央に対する気持ちがたくさん思いが溢れてるのが僕の中で演じさせていただいて、とても楽しく、楽しい撮影の毎日を送っております。皆様どうかよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご三家、御三家の一人、はい、恐縮ですが、なぜか御三家に、御三家、はい、一個上なんですよね、年がね、学年がね、そうです、三先輩です、はい、かっこいいですよね、はい、ハーレムです。なんで俺がドキドキしてるの。本当ですね。はい、はい、ありがとうございます。続きまして、直央の頼れる親友でイケメンに目がない紺野まりな役、新井萌さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。本日はお忙しい中ありがとうございます。紺野まりなを演じさせていただいてます、新井萌です。今日をすごく楽しみにしていたので、短いです時間ですが、皆さんと一緒に楽しめたらいいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします、ね、イケメンに目がないっていうことですもんね。そうなんですよ、ね、すぐ飛びつくんで、ね、そうですね、すぐ飛びついてますよね、はいはい、でもあれ面白い、うん、この学校はイケメンが多すぎですよね。そうだからね、飛びつくしかないですもんね。
イケメンだよ、イケメンだよ。あ、そうか、はい、そうか、いつもね、そういう役ですね、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして一人だけ制服ではない異色の存在、おかもちが光るラーメン屋一番星の2代目いっちゃん役、健太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いっちゃんこと佐田一世演じさせていただいてます、健太郎です。よろしくお願いします。あの一人だけやっぱり見て通りラーメン屋さんなんですけどちょっと制服着たかったっていうのはありますねまあラーメン屋ということで、あの学校の中で起こるストーリーとはまたちょっと違うストーリーがラーメン屋の中でたくさん起きているので、そこにも注目して見ていただけたらなというふうに思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。アルバイトしてるっていうこと。僕ですか。あの、その一番星はなおがアルバイトで、うちの父親が一番星を経営して、2代目の2代目、はい、2代目なんですね。もう経営者なんですね。そうですラーメン屋さんってことですね。はい、そうですよ、はい、立派な2代目ですからそうですね、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続きまして、なおの同級生で医者の息子、三石、通称みっちゃん役、長島修吾さんです。長島修吾です。三石、最近下の名前をやっと賜りまして、三石雄一という役をやらせていただいてます。ですね、原作もすごく楽しいお話で、でもそれ、まあ、オリジナルキャラクターもいたりして、また新たに面白い面がたくさんあるドラマになってると思います。僕も改めて見るのドキドキですけど、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そうそう、みっちゃん下の名前ないんですって打ち合わせで言われた、ね、名前ある、うん、あるんですね。そうなんです、最近、本当に最近1週間ぐらい前に、ああ1週間ぐらい前に、そうなんです、あ、そうですか、ね、今思わず三石ってこう、そうそうそう、なんか呼び捨てにしちゃいましたけど、医者の息子さんなんですね。そうなんですけど、そうですか、まああんまりね、そんな感出てないですよね。わかんない、これから出るのかもしれませんけども、ね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続いて、なおの同級生で告白 大王の異名を持つ阿部純役、長澤浩也さんです。よろしくお願いします。本日はお集まりいただきありがとうございます。阿部っちこと阿部純役を演じさせていただいてます、長澤浩也です。この阿部純っていう役はもう好きになったらすぐ告るっていう、もうね、選ばない人なんですけど、選ばない、もう好きになったらすぐ選んではいるけど、もうそんなに考えてない、そんな単細胞な阿部純をぜひ注目して見ていただけたら嬉しいです。本日はよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。告白大王ということで、あの、何勝何敗ぐらいになるんですか。あんまり言わない方がいいですか。そうですね、まあ全敗ですね全敗していくと、全敗、それでも告白していくって、ね、そうですね、もう転んでも立ち上がる、はい、そうですね。